藤間です。今日も仮想通貨ニュースとビットコイン、イーサリアム、リップルのチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨について毎日配信してますので、資産増やしたいという人はぜひチャンネル登録をお願いします。そして動画が良ければグッドボタンもよろしくお願いします。はい、あとメンバーシップ向けは今週もね、10倍狙う仮想通貨パート4ということで、またちょっと僕のね、それぞれ、持ってるこれはいいんじゃないかと思うコインをね、また推奨していきたいと思いますので、気になる人はメンバー入ってみてください。はい、じゃあニュースいきたいと思います。まず相場からなんですが、相場はまずね、パウエル議長が昨日講演を行いました。ワシントンのブルッキングス研究所ってとこで、高止まりするインフレ率の鈍化を示す根拠が明確ではないと言った上で、金融政策の効果が実体経済や物価に影響するのはタイムラグがあるってことを主張していて、当面の利上げ継続の必要性を訴えましたということです。ただその一方で12月の FOMC で一旦利上げの減速を示唆するとかっていうのもあって、一旦仮想通貨も株もリスクオンのムードになって、買われたという状態になっております。で、利上げの減速っていうのは何かというと、今まで 0.75% ずつ上がってきたのが、12月の FOMC では 0.5% なんじゃないかという予想が 75% を占めているということで、今から 0.5、0.5 ずつ打つのかね、わかんないけど、そんな感じで鈍化していってるということで、一旦、やっぱりこの年末から年明けぐらいまで株も仮想通貨も上げやすいのかなと思います。はい、で仮想通貨市場はちょっと高くなったという程度ですけども、割とチャート見たら皆さんわかると思いますが、割とそれぞれ三角持ち合いだったり平行線だったりのところブレイクしているコインが多いので、短期的にはやっぱり上に、抜けやすいのかなと思ってます。はい、であとはクジラがね、またビットコインの蓄積を再び始めたということが、センチメントのデータでもありました。わずか5日間で 47,800BTC も買ったということで、ちょっといくらか計算できないんだけど、多分相当高額な、ね、金額で買ったということで、やっぱりね、クジラってやっぱり超プロな投資家なわけなんで、やっぱ下がったタイミングで買うんですよ。で皆さんもやっぱりこれだけ下がったタイミングね、僕はもう買った方がいいってビットコインについては言ってきたと思うんですけど、やっぱりね、結構1万ドル台っていうのは多分ほぼ大底圏で間違いないと思うので、買っといた方がいいかなと、ビットコインについては、ね、思います。でアルトコイン市場では、後で言う桜エクスチェンジビットコインがバイナンスに買収されたという件があって、桜エクスチェンジビットコインにシンボルとかモナが、含まれてたということで、本家バイナンスにもそのシンボルとかモナコインが上場するのではないかという思惑があって買われてたんですけど、僕はちょっとこれについてはかなり疑問なので、僕は短期的な上昇で終わるんじゃないかなというふうに思っております。あとエイプコインがね、続伸してます。エイプコインが、エイプコインダオっていうね、自立分散型組織があるんですけど、ユガラブスエコシステムから公式 NFT マーケットプレイスをローンチしたということで、ボヤードエイプヨットクラブなどの人気 NFT プロジェクトが盛り上がったということで、エプコインが買われておりますということです。はい、じゃあ次ね、多分一番気になる、ニュースですけど、バイナンスが日本進出ということで、さっきも言ったんですけど、桜エクスチェンジビットコインという、交換業者が、バイナンスに 100% の株式取得されたということで、事実上バイナンス資本がね、日本の仮想通貨市場に入ってきたという大きなニュースになりました。ただ現時点でそのバイナンスジャパンとしての交換業者登録はしてないんですけど、桜エクスチェンジビットコインがすでに持っているので、桜エクスチェンジビットコインが変わっていくのかどうなのかっていうのがちょっとまだね、不明なところ不明になっています。続報は追って報告するということになっているんですけども、名前はバイナンスジャパンということになるのではないかと言われています。で今回ちょっといろんな変更があって、一つは、代表取締役の、だった人見社長、僕の動画にも何回か出てます。3回くらいっていうのが多分僕のチャンネルで一番出てる人だと思うんですけど、人見社長が、代表取締役退任して取締役になってます。で、千野さんという方が、代表に変わっています。
で、まあ 100% 資本なんでね、当然その本体のバイナンスのまあ移行を受けた、まあ、日本ビジネスを展開するということなんですけども、バイナンスの今まで皆さんが使ってたと思う、まあ、グローバルバイナンスの方は、新規口座の登録が、停止されてます。新しく登録しようとしたら日本居住者はダメだっていう風になってですね。で、僕みたいに今までずっと持ってた人は一応今のところちゃんと使えているんですけど、これがでも今まで通り使えるとは思えないんですよね。やっぱり日本でビジネスやるってことは日本の規制の中でそのサービスを展開するってことになると、今のそのバイナンスグローバルのサービスって他の取引所がやってないこといっぱいあるわけじゃないですか、まあ、ステーキングだの、まあ、ディファイだの、いろいろあるわけですよね。ローンチパッドだとかね、そういうものを全部がそのまま使えると思わないので、多分今までのバイナンスと別にバイナンスジャパンなのか、それとも今バイナンス持ってる人が全部そのバイナンスジャパンに口座が移行しちゃって、今までのサービスをその日本居住者は受けられなくなるとかっていう可能性もあるので、僕バイナンスにも結構ね資金持ってたんですけど、で僕はもう全部ほとんど全部出金しました、もう一旦バイナンスについては。で、皆さんもちょっとその辺について考えてほしいと思います。今まで例えばバイナンスじゃないとできなかったことができなくなる可能性はあるので、それはちょっと考えた方がいいかなと。他の取引所をメインに使っていくのか、それでも新しくできたバイナンスでもいいのかってところは多分皆さんそれぞれ事情によって違うと思うので、他の取引所に移るのかどうかっていうのを考えた方がいい。僕はとりあえずバイビットに全部ね移しました。まあ、バイビットもメインなんで、バイビットであればまあバイナンスにあるようなコインもほとんど買えるし、てかバイナンス以上にコインありますよね、バイビットだとね。で、まあほとんどやりたいことはできるのでバイビットにしました。まあ、手数料も今現物の手数料無料ってのもあるのですごい使いやすいと思うんですよね。いや、まあ僕が移行先おすすめはどこだかって言われたら、まあとりあえずバイナンスからだったらバイビットかなと思いますので、またコメント欄の一番上と、まあ、動画の概要欄の一番上に置いときますのでリンク、バイビット持ってないっていう人はちょっとこの機会にね、バイナンスからの移行も検討すればいいかなと思います。はい。で、まあそうは言ったんですけど、まあそのね、何回か食事行ってる瞳社長からは聞いてませんが、瞳社長と一応今月お会いすることができそうなので、ちょっとインタビューを兼ねて動画も撮ろうと思っております。多分まあその時点で言えることについては、まあ、少し回答していただけるのかなと思いますので、ちょっと楽しみに待っててください。個人的にたまたまね、このニュースがある前にちょっと12月また食事に行こうという話をしてたらこのニュースが飛び込んできたん でちょっとインタビューも兼ねようかなというふうに思っております。はい。うん、とても面白いことになりましたね。その僕としてもなんかすごい感慨深いというかね、その桜エクスチェンジビットコインがその渋谷でやってたビットコインの相談窓口の動画も撮ったし、まあ、その個人的にねお付き合いのあるその瞳社長が、いらっしゃったので、まあ、まさかねそこがとバイナンスが一緒になるっていうのはねちょっとびっくりでしたね。うん、まあ、この機会にこのバイナンスの日本の件と桜エクスチェンジビットコインについてちょっと皆さんもねいろいろ調べたりとか、自分の資産どうするかっていうのをちょっと考えていった方がいいかなというふうに思います。これ本当に今日は大きなニュースだと思います、日本にとってはね。はい。じゃあ次、リップルがマーケットメーカーのキーロックっていうところに出資しました。金額はおよそ100億円ぐらいらしいです。キーロックは調達したお金でインフラやスケーラビリティツールを開発して、欧米とかシンガポールでの事業認可を目指すということで、まあ、リップル社もまあ引き続き頑張っておりますということでした。はい。あとコミュニケーションアプリのディスコードがユーザーの収益化機能の提供する可能性があるということを言ってました。まあ、ディスコードといえば結構まあツイッターとかやってる人だったら、まあ、ね、仮想通貨系の人はね結構やってる人多いと思うんですけど、この中にまあ NFT とか独自トークンの発行を含めたブロックチェーン技術の実装を、検討しているようなね動きがあるということでした。まあ、そうなればね、ディスコードにも結構インフルエンサーとかでがね、なんか発信活動をもっと活発にするとかってのもあるかもしれないですね。うん、僕はディスコードやってませんけど。はい。次はニアが南米の大手加工食品会社と提携しました。
コロンビアの加工食品会社、グルポ・ヌトレサという会社なんですけど、この会社が、ニアポロトコルを使用してコロンビアとか、まあ、ラテンアメリカ地域全体で100万人のユーザーにポイントプログラムを提供するということで、まあ、多分食品とかを買ったらニアがもらえるみたいな、そういうプログラムをやっていくのかなというふうに思います。まあ、ユニークですね。はい、ということで今日もチャート分析3ついきたいと思います。 BTC、イーサー、XRP。 BTC 17,100ドルを推移しております。昨日の最高値は 17,250 ぐらいですね。まあ基本的には、今4時間足で今示しますが、まあ上昇トレンドが継続しております。で、日足レベルでも、この平行チャンネルの真ん中の線抜けてますので、まあ上昇トレンドであるということは間違いないと思うんですけどね。一旦1万8000ドルぐらいまでやっぱり上げやすいのかなと思ってます。うん、ちょっと大底は抜けたかなと。その金利の件もあるし、株につられて仮想通貨も上げやすいので、一旦上に振ってくんじゃないかなと僕は思ってます。昨日もね、割としっかり大陽線なんでね、ほぼ丸坊主というか、うん、続伸するんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあイーサも1300ドル前後で推移しております。昨日ね、1300ドルタッチぐらいで止まってます。ただイーサリアムについては日足レベルで、50日移動平均線、100日移動平均線控えているので、1300ドルのところはちょっと一旦止まりやすいかなと思います。で、上に抜けてきたら1500ドルぐらいまでの上昇ありますね。この三角形の中で、まあ、推移してるという状態ですね。まあ、ちょっとビットコインよりは上値重たくはしやすいかなと思いますが、割とね、直近しっかり大陽線出ているのもあるし、まあ、1200ドルっていう結構強いレジサポラインを上に抜けてきているので、まあ上と見る人が多いと思います。うん、とりあえずね、はい、そんな感じです。はい、でリップルが 0.4 ドルジャストぐらいを推移しております。リップルはちょっとまだこの真ん中のね、 0.4 ドルのこのレジサポラインを上に抜けてないし、移動平均線も2つね、 0.41 ぐらいのところに控えてるので、ちょっとここ上値重たくしやすいんですけど、ここを上に抜けてきたらこの三角形の、上までタッチして 0.5 ドルぐらいまで行く可能性あるので、まあ期待はできるかなと思います。まあ直近、まあアセトラみたいな形になってるので、まあちょっとレジスタンスになりやすいんだけど、結局上抜けてパーンって跳ねやすい形になってるので、まあ、もしレバレッジ取引するんだったら、上抜けた時、例えば 0.4142 かな、42ぐらいまでしっかり抜けてからロングするとかね、まあ、そういうのもいいかなというふうに思います。はい、そんな感じで、まあ、今日はちょっとバイナンスの件でいろいろあったので、皆さんも考えてもらいたいなというところで、それをメインに話してきました。今日の動画が役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。それでは、藤マナじゃんけんポン。またね。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤原の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。